はい、ということでね、今回ね、ラスボスのリベンジ戦行くんですけど、ちょっと裏でね、試練4つクリアしてきました。スタイルでね、これが強いかな。この、強切り、やっぱりね、これメインで使ってた方がいいですね。で、なんだっけな。ちょっと調べたんだけど、この方でね、デプロテデシェル入れて、もう本当はこれはね、防御用の、スタイルなんだけど、こう幽霊頭巾っていうのをね、身につけたりとかしたらね、もうほとんどね、物理攻撃ダメージ受けないので、敵の攻撃が飛んできたら、この方で防御して、で、デプロテデシェル入れたら、ひたすら、強切りを入れていくっていう。このね、戦い方、割と、なんか、どの敵にも使えるし、ゴリゴリダメージ減らせるんで、かなりいいかなって思いました。ということでね、試練4つクリアしたその先を見て、アルテマウェポンとかをゲットしてから、行こうかなと思います。リベンジ戦ね。はい。それでさ、ラスボスの最後なんだけど、なんか、第4形態ぐらいまでいましたよね。最後の形態ね、あれらしい。ブレイクさせないとね、ダメージ一切通らないらしい。そう、だからクロノスタシスで時間止めて、クロノスタシスじゃないや。あれ。オーバードライブじゃなくて、ちょっと待って。忘れるねんなぁ。オーバークロックで、時間遅くして、その間に、エアロラを打って、ブレイクさせるみたいな、そんな感じの戦い方をした方がいいらしい。だから、GP アビリティめっちゃ貯めてきた。マックスまで。じゃあ、受け取っちゃいましょう。ちょっとね、イベントがあるみたいなんですよね。アルテマウェポンゲットするときに。やんないとセラの贈り物だよ。セラの贈り物取り戻して、それで失ったものすべてを。お姉ちゃんならきっとできるって。そうか、すべて取り返すさ、お前と一緒に。世界の終わりに最後の血を流そう。よし、今度こそもう血みどろにしに行くぞ。ほんとブニビルズへ。これでゲットしました。それでね、競技使えるキャラクターの武器を変えます。あれでもやっぱ、いや、めっちゃ強くない？普通にやばいでしょ。物理攻撃プラス2500とかさ、やばいでしょこれ。で、立っても、アルテマシールド、やばいでしょ。 HP プラス8000とか。あれ、なんかその周りか、ちょっと下がるか、攻撃、魔法攻撃。あ、でも全然ね、 ATB 速度めっちゃ上がるし、全然 OKOK。 よし、さあこれで大丈夫なはず。大丈夫だよね。よし、じゃあ行くか、ラスボス再びね。アイテム買ってるっけな。あ、じゃあちょっとアイテムとか補充して向かいたいと思います。よし、じゃあ行きますか。さあ、この戦い方まだちょっとね、慣れてないからね、ちょっと怖いんですけど。死神になろう。死神になろう。デプロテディシュ入れる。デプロテ入れて、そしたらもうひたすら競技。ちょっと待って。よいしょ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 。
ボコロテレシル入れて、イザグラビトン、いて、あれは全然食らわないね。あのさすがアルテマ装備というか、おおすごい、第一ゲートあっという間に倒せるじゃん。いて、はい、すげえ。第二形態もプロテレシル入れて、ここで滅びよし、今日ギリ入れる、まだ早いか、もういっか。何？思いっきり。決して諦めるもの。神の支配を認めない。エアロガもやだね。じゃあ待って、出た、これなんだ、オーバークロックして、これどうやったっけ、やばい、エアロガ、ブーニベルゼタン、デプロテディシル入らんな、思いっきり、神の支配を認めない、あれこれどうやってた、あ、倒そう、え、妖精乱舞、おーよし、まあ、耐えたからいいや、よし、打ち破る、思いっきり、いける、とどめが、思いっきり、よし、いける、ゴリ押し、カードして、決して諦めるもの、よし、オッケー、あなたに決定やった、第3、お前が抱くのは死神だ、逆らうか、入れるか、はい、何ですか、何もかも蹴りを使う、まあ、オッケー、いいんじゃない、よし、半分削って、また来る？おい、なんだよこの振りは。あ、やばい。
いやまあ全然なんか余裕ある戦い方できてんな。待って、強切りでいいかな。ブクロス入れて、はい、いけるいけるいける、オッケー、よし来たぞ。さあ最終形態か。滅びの光に当たれて、普通だったら全く攻撃が入んないから、オーバーフロックでこうエアロラを入れるんだって。あ、ちょっと入った？やばい、わかんねえ。ブーニタン、ブーニタン、ブーニタン。あ、よしよしオーバークロック。あれ、じゃわかんねえ。あ、来た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 。よし、返しの一撃。オッケー、入れろ、やったー、返した、ありがとうございました。おー、すごい、星5、やったー。おー、競技で最高や。クラウドもね、あの漢字違いだけど強切りが使えるんでね。え、これでもさすがに終わったよね。星5って評価もないし。ルーニベルゼ、これは神の光を超えた戦闘。もう人間のものだ。お前の居場所はない。整える。それが私の使命だから。お前も道連れだ。一緒にカオスへ落ちていこう。愚かしいな。それがそなたの最後の手段か。小賢しい人のみで抗えるものか。輝け、神を使わず。ああ、お前の力は途方もない。神でありながら人の力まで取り込んでいる。だがそれはお前の弱点でもある。そう、神を葬る最後の手段は囚われた心を解き放つラストリゾート。私が最後に救うのはホープ、お前の魂だ。ああ、エモい。ホープの魂、
ライトさん、行くんだホープ、新しい世界へ希望を。生まれるお前を待っているんだ。お父さんお母さん懐かしい、ホープ。お前は希望なんだ。待ってください、あなたはどこに。ライトさんはどうなるんですか。振り向くな。振り返ったら帰れなくなる。おい、千と千尋やん。私はここにいる。あれを封じておくために、いつまでも見守っているよ。世界を、お前たちを。だから生きてくれ。ライトさん。